こんにちは、アイアイです。こんにちは、ゆっくりです。今回は貨幣錯覚についてのお話です。お金についても、目の錯覚みたいなことが、起こるのかな？錯覚の原因となるのは、主に、貨幣の名目と実質の違いです。ある調査によると、インフレ率 12% の時に、給料の金額を 5% 上げるのと、インフレ率が 0% の時に、給料の金額を 7% 下げるのとでは、前者を不当だと感じた人は 22% しかいなかったのに対し、62% の人が後者を不当だと判断したそうです。やっぱり金額を下げられるってのは、印象が良くないからかな。この結果からわかるように、人が持つ印象というのは、名目値の変化に左右されがちということになります。では、この例の場合の実質値はどうなっているかを考えてみましょう。実質値ということで、いつもおなじみのメロンパンで換算してみました。ご覧のように、結果として、この2つのケースにおける実質賃金の差は 1% 未満で、ほとんど同じと言っても差し支えありません。少なくとも、不当だと感じる人の割合が 22% と 62% に分かれるような差ではないよね。このように名目上の数値にとらわれすぎて実質的な価値に対して非合理的な判断をしてしまうことを貨幣錯覚と言います。自分の給料を考えるときにインフレ率は何パーセントだから、これはメロンパンに換算すると何個分うんぬんなんてことを普通は考えたりしませんからね。貨幣錯覚の存在をどの程度認めるかというのは経済学の中でも意見の分かれるところです。ホモエコノミクスを前提とし、人間は合理的な存在であるという仮定のもとに立つ古典派や新古典派、合理的期待形成派といわれるグループにおいては、貨幣錯覚が長期的には解消されると想定されています。フィリップス曲線が、まっすぐの縦棒になったりする世界観ですよね。一方、ケインズは、前回の古典派の第二標準を否定したことからもわかるように、貨幣錯覚を認める立場に立っています。賃金の下方硬直性とは、要は労働者が名目賃金が下がると実質賃金は下がっていなくてもそれに激しく抵抗するということですからね。インフレ率がマイナスになるデフレの状況下においては、人々は貨幣錯覚によって実質市場に経済的に苦しくなっていると感じることになります。そして苦しくなっているからこそ消費や投資を控えることによって名目価格の低下をもたらしてしまうという悪循環を生じさせてしまうのです。もちろん貨幣錯覚なんて幻想だという価値観に立てば、デフレで苦しいことも錯覚ということになっちゃうんだけど、人間ってそんなに完璧にできてるわけじゃないですよね。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。